南明蓮華経南明蓮華経南明蓮華経我深く汝らを敬もうあえて驕慢せずゆえんはいかん汝ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南明蓮華経南明蓮華経南明蓮華経今日は、法悦の日々の489ページ、489ページの金明地の大魚ですね。金明地、金明地の大魚ですね、これはちょっと御所の文章がなくて解説だけになってますよね。はい、じゃあ一緒に読みますね。金明地の大魚漢の武帝はインドへの交通路を開くために中国の南西部にあった金明国雲南省を攻め滅ぼした。この国には金明地という素晴らしい池があり、金明国を従えた武帝は長安の郊外にこの池をかたどった池を作り上げた。ある日この池で釣りの大会を開いたところ、武帝が大変に大きな魚を釣り逃がした。その夜武帝の枕元へ一人の人魚が現れて、自分は今日武帝の釣り竿から逃れた魚であるが、喉に釣り針が刺さったままで苦しいからぜひ抜いてほしいと懇願して消えた。翌朝武帝がもう一度金明地を覗いてみると、釣り針の刺さった大魚が水面に姿を現した。武帝はその針を抜き去ってこれを離してあげた。その晩再び枕元に現れた人魚は武帝に一つの玉を献上して消えた。以後武帝は禅制を敷いて国を治め明帝と崇められたが、それはこの名字を宝として大切にしたためだと伝えられている、この話は開目抄の上に、この載せられているということなんですね。こういうのは昔話、子供に聞かせてあげる昔話の中にこういう話っていうのを結構ありますよね。金の斧の銀の斧のっていう話がありますよね。この木こりの人がね、この池の近くでね、木をこの切ってたらね、振りかぶった時の勢いが余ってね、それでその斧をねこの池の中にね、このポチャンとこうこのなんていうんですかね、この投げ入れたみたいに形になってる。そうしたらこの池の中からね、なんか女神みたいな人が現れてね、これは日本の話じゃなくて外国の話ですけどね、それでそのあなたが今この池にこの投げ入れた斧はこの斧ですかとね、
この金の斧、この斧ですか、それだから、そしたらこの木こりの人はね、この正直だから、それは私の斧ではありませんと。金の斧じゃ木は倒せないからね当然ですよね。で、じゃあこれですか、その銀の斧を出すね。普通の人間だったら、まあそこで気づきますよね。あ、金の斧を持って帰ったらこれは金になるなと。金の斧に、銀の斧にすれば、もう毎日毎日木こりなんかの仕事をしなくても食っていけるなというふうに考えるんですけども、この木こりは正直ですから、最後にその本物のその木こりが池に投げ入れてしまったところの、この普通の鉄のこの斧、それがこの私のこの斧ですというふうに、この正直にこの言うわけですよね。当然ずっと仕事をサボって楽しようなんて思ってませんから、毎日毎日その木こりの仕事をしていかなきゃいけないと思ってますから、この正直に言うわけですよね。で、そうするとその正直にその免じてですね、その池から出てきた天女みたいな人が、その金の斧を木こりに正直者だからって言って、この授けるというその話なんですよね。なんかこういい話ですよね。いい話っていうか、当たり前のことなんだけど、もう正直に生きるっていうことが大切だということを、その子供にこの伝えるわけですよね。それから、日本の中でも下切りスズメの話がありますよね。下切りスズメ、もうスズメが海苔食べてしょうがないからって言って、このスズメのこの舌をね、ハサミでちょん切っちゃうと。あんな舌、スズメを捕まえておいて、舌をハサミでチョキチョキバサミでこの切るなんていうこと自身の方が面倒くさいと思うんですけども追い出しゃいいだけの話だと思うんですけども、それをする、それで、それをかわいそうだと思ってかばったそのおばあさんが、このスズメのお宿に行くとね、そうすると帰りにそのお土産を差し上げますって言って、大きいつづらと小さいつづらがこの出てくるわけですよね。で、おばあさんは大きいのを背負ってても大変だし、もう本当にそんなことをこう目的に来たわけじゃないから、そのせっかくくれるんだったらこの小さいつづらでその家まで背負って帰れるぐらいの大きさのこの小さいつづらにしてもらいますと言って、小さいつづらをこの背負ってその帰ってきたら、もうその小さなつづらの中に金銀財宝がたっぷり入ってたというその話、それを聞いたその意地悪なこのバー隣のばあさんがそれを聞いて、そりゃうまいことをその聞いたって言って、それでその自分も出かけて行って、で小さいつづらと大きいつづらを出されて、私は大きいつづらがいいって、その大きいつづらの方この背負ってきたら、まあ化け物みたいなものがつづらからこの出てきたって言って、その欲をかいちゃいけないということをその子供にその教えるわけですよね。その大きいものの中にだっていいものが入ってると思うんですけども、小さいからその悪いものが入ってないということはないと思うんですけども、それをこの姿に表して、このそれを表現しているということをその物語にこのしてるわけですよね。つまりその無償のその損得とか駆け引きとか見返りとか、そういうもののないその志っていうものが大事だと
いうこと。つまり大きいつづらとか金の斧銀の斧が出てこなくてもいいんですよ本当はね。だけど子供はそれじゃ分かんないから、だからそんなものが、そのお土産やそういうものが与えられなくても、正直にその自分がそのきちっと自分の思いを伝えるっていうことが、それが一番 何者にも買い難い、宝に買い難い、その大事なその宝なんだということを、その子供に教えるためにですね、その一応物をこの示さないと分かりませんから、ですからそういうことをこの物語としてこの話をするわけですよね。ですから本当に誰も評価してくれなくても、誰も褒めてくれなくても、そうやってその正直に生きたんだったらこういうご褒美をあげようということがなくても、ひょっとしたら人がそれを批判するかも分からないと、人によく思われたいと思ってあんなことしやがってっていうふうにその批判する人間も出てくるかも分からない。それでも要するに損得とか見返りとか、そういうことを抜きにして、その正直なその生き方をするっていうことが、何者にも買い難い金や銀や財宝やそういうものに買い難い宝なんだと、それをその人間はその大事にしていかなきゃいけないんだということをこの教えてるわけなんですね。だから混迷地の魚を助けてあげたしても、傷つけたのは最初王様だからね、釣り上げようと思ったら釣り針がその喉に刺さったという原因を作ったのは王様だからね。だからその王様自身がその魚を助けてあげたっていう問題じゃないわけですよね。最初に釣り大会しなきゃいいんだからね、釣り大会しなきゃいいんですけども、そういう自分がやったことがそのままその傷つけた魚のこの姿っていうものを通して、それを元に戻してあげる、普通の人間だったらしめしめちってその魚をそのまま捕まえて食べちゃうか分かんないですけども、その王様は釣り大会とはいえ自分が傷つけたその魚をその元に戻してあげて、その離してあげたということ、そのことが要するにその王様がその国民に対してもそのいい王様、正しいその法律に基づいた自分の我欲で国民をその指図する王様じゃなくて、きちっとしたルールにのっとってその王様もその国の政治をこの司るという、そういう生き方をして、その王様はそのいい王様としてこの崇められたということなんですね。で、魚が玉をその王様に与えてくれたっていうんですけども、その玉は王様が傷つけた魚を見た時に、あ、自分はこうやってこの魚を傷つけてしまったんだという反省の心がその玉というものにその表されているんだということなんですね。ですから、つづらのような金の斧銀の斧のようなそういうご褒美としてもらったっていうんじゃなくて、王様自身が、あ、こういうことを王様としてやってちゃダメなんだっていうことを自分自身を振り返ってその反省したその心っていうものがその玉っていうものにその表されているんだということなんですね。それが大事だと。だから玉がなくても、金の斧銀の斧がなくても、つづらがなくても、金銀財宝がなくても、自分自身の心の中にその金銀の財宝っていうものを持ってその生きなければならないということ、それが要するにこの話を通して仏性、仏の命っていうもの、私たちの命に備わるところのこの仏の命っていうものは、金とか銀とか
財宝とかそういうような目に見えるような宝じゃないけれども、その宝っていうものが備わってるんだよということを自覚することのできる信心が、この南無妙法蓮華経の信心なんだと。だから南無妙法蓮華経のこのお題目を唱えて、この宝の命というものを自覚することのできる、そういう信仰と修行と生き方というものをしていかなきゃいけないんだと。どれだけそのことを自覚しようと思っても、我々の命に仏の命が備わってるんだということを説いている教えでなければ、それは自覚することができないんだということなんです、ね、だから、ね、自分の命に仏の命が備わってるんだったら、金の斧か銀の斧みたいに実際に見せてもらいたいもんだというふうに思うかもわからないけど、そう見えないですよね。見えないです、ね、見えないんだけども、何者にも代え難い宝が私たちの命に仏の命としてこの備わってるんだということなんですね、もう我々は子供じゃないんだから、金や銀や財宝を見せてもらわなくても、ね、目に見えない宝っていうものがあるんだということは、長く生きていればそれは分かんなきゃいけないんですよね。分かんなきゃいけない。さっき言ったように、どんなに人がその非難しようが、自分に自分の心に誠っていうものがあるんだったならば、正直な誠っていうものがあるんだったら、私心なくね、褒めてもらおうとか、みんなに偉く見てもらおうとか、立派に見てもらおうとかいうような私心を離れて、そして公の心ですね、誰にも共通するところの公のその心っていうものに立って、自分は嘘偽りや見栄や欲望やそういうものはないんだということが、そのきちっと自分の心の中にわきまえられるようなその生き方というものをこのするということが、この南無妙法蓮華経の教えなんだということなんですね。今日はね、最初に申し上げたようにね、日観上人がね、江戸時代享保11年、西暦で1726年、ですね、ですから、今から300年ぐらい前ですかね、にのこの8月の19日に亡くなられたんですね。だから19日の題目項は、日観上人の命日を選んでこの題目項をしているわけなんですね。それで、最後にその日観上人は六観定というその大切なその書物をその書き表したんですけども、その六観定を書き終わった後に、一番最後に日観上人がやった仕事は、退席時に上昇堂というそのお堂をこの作ったんですね。上昇堂、上昇堂と、常に唱える、つまりこの日観上人は最後にその日蓮大聖人の信仰というものの一番大切なのは、この南無妙法蓮華経のお題目をこの唱えるということなんだということで、この日観上人が上昇堂を建てた時に、建てたその時からですね、この上昇堂でその昼夜を問わずこの題目をずっとこの
何ですか、入れ替わり立ち替わりこのお堂でこのお題目を唱えるということをこのされたということで、この上生堂っていうのは南無法蓮華経のお題目を常に唱えるというそういうこの日蓮召集のこの信仰の姿勢というものをこの表しているそのままの名前をこのお堂の名前にこの付けられたということなんですね。で実はね、江戸時代はね、皆さん方がご存知のようにね、その信仰の自由っていうのがないわけですよね。徳川幕府はですね、その日蓮召集だけじゃなくて、その宗教、その各宗派をですね、どうやってその言うことを聞かせていくか、どうやって抑えていくかということをこの天下人としてその最重要課題として持ってたわけなんですね。それはその豊臣秀吉のあの豊臣秀吉の時代にその一向一揆ってその皆さん方が学校で習ったと思うんですけども、南無阿弥陀仏の念仏とその豊臣秀吉がこの戦争になるわけですね。つまりその当時の南無阿弥陀仏はですね、その天下人と戦争するぐらいの力を持ってたわけなんです。戦争するだけの力を持ってたんですね。まあ宗教者が武器を持って戦争するっていうこと自身がその狂ってますけどね。日蓮大聖人はその武器を持って戦うというようなことは一切その御所のどこにもその説かれてませんからね。だけど念仏宗は要するに天下人よりも自分たちの方がその偉いんだという考え方をその持ってたわけなんですね。だから天下人は天下人、私たちは私たちのその国をこの作るんだという考え方のもとでそのぶつかり合って戦争になったわけですね。でそのことに天下人はみんなそのビビってしまってですね、どうやって宗教というものをこの抑えて国を治めていくかということをその考えて、そのそれの一番の命を断ち切るには信仰の自由、釈服の自由、口論の自由というものを全部この宗教界から剥奪するということがこの各その宗派を治めていくその一番そのいいその脅しの方法だというふうに考えたわけですね。ですから江戸時代にはその宗教の自由というものがないわけです。宗教の自由がない、当然釈服もしちゃいけないと、それで改宗をしちゃいけないということですね。念仏宗の人が真言宗になったり、真言宗の人が日蓮召集になったりということをしちゃいけないということなんです。だからどんだけその日蓮大聖人の教えが正しいということに目覚めてもやっちゃいけないわけです。やっちゃったらその捕まっちゃうわけです。犯罪人になっちゃうわけです。でそこでそのお寺にその今でいうその戸籍係のこの任命をするわけですね。お寺が要するに市役所の戸籍係のこの住民課みたいなそういうその係をする。それでそのなんていうんですかね、その信者さん、信者をそのちゃんとそのお寺に把握をさせて、そしてそのそこで例えば旅をする時のその手形ですね、その手形もお寺でその発行させると。だからお前その最近お参りにその来てないなと、旅をする時に手形やんないぞというふうにお寺もその信者さんを脅しにそのかけるわけですね。脅しにかける。でそうすると要するにお寺のこの財政は
そのきちっと信者さんが動かないで確保されてますから、お寺としてもその便利だし楽だということになってくる。だからただお寺を締め付けるっていうんじゃなくて、お寺にもいい思いをさせるから、だからその自分の宗派があの宗派よりも自分たちはこうこうこうやって正しいんだっていう法論のそのいさかいっていうものをそのしちゃいかんと。で自分のお寺のその信者さんがよそへ行く、よその信者さんを自分が取るということもしちゃいかんというふうに、その完全にその凍結このしたわけなんですね。ですからみんな各宗派が自分の宗派ほど正しい立派なそういう人は、そういうその教えっていうものはもううちだけなんだと、うちはすごいんだというふうに、みんなうちはすごい、うちはすごい、うちはすごい、うちはすごいっていうふうに、そのみんなその宗派がそうなってったわけですね。そこで日蓮宗宗も同じようになっちゃったんです。同じようになったっていうことの目玉は、階段の本尊が絶対だということと、それから今までそれずっと流れてきたところのその代々の漢図の血脈がもう一点の曇りなく汚れなく正常であるということ。そんなことはないんですけども、そんなことだって日蓮聖人の時代のその少し前まではその京都の要望寺からお釈迦さんを本尊にするような、そういう教えの間違ったものがその入り込んできてこのしまっていたのを日蓮聖人も目の当たりにしてるわけですね。だけども日蓮聖人はその当時の体積寺っていうものをまとめ上げていかなきゃいけないので、階段の本尊が絶対だということと、階段の本尊がもう日蓮大聖人の法というものの塊みたいな、それからそれまでずっとやってきたそのものは、その多数はその点でバラバラにその争い事がある、そのお寺がいっぱいあるけれども、日蓮聖宗だけはずっと綺麗な流れで一つのその途絶えもなくそのやってきてるんだということを、うちはすごい、うちはすごい、うちはすごいっていう目玉として、この二つを日蓮聖人でさえも主張せざるを得なかったわけですね。お会式の時に日中聖人の申し状しますよね。日中聖人の申し状、日中聖人の申し状からもう申し状は体積寺において耐えているんです。日中聖人の申し状が最後なんですよ。その後の芸家の申し状ないんですよ。それほど幕府の天下人のその締め付けっていうものが厳しかったということなんですよね。天下に申し状で、要するに日蓮大聖人の教えじゃなきゃダメだということも言えなくなってしまってた。その日蓮聖人、中高の祖と言われる日蓮聖人でさえも申し状できていないんです。日蓮聖人の申し状ないんですよ。日蓮聖人でさえも天下人に対して日蓮大聖人の教えじゃなきゃダメだということは言えなかったんです。そういう長いこの時代というものをこの経て、そのずっとこの日蓮聖人がまとめたその時代を背景にして表されたところの階段絶対と血脈絶対っていうものが、今に至ってもずっと日蓮聖人がこうやって言ってる、日蓮聖人がこうやって言ってるっていうふうにして、このずっとこの今日までこの引き継がれてきてしまったということなんですね。日蓮聖人はそんなことを目的にそういうことを言ってるんじゃないんですよね。その時代に何としてもその体積寺のこの日蓮大聖人の教えっていうものをこの言い表さなければならなかった、そういう苦肉の策として日蓮聖人はそのことをですね、その
階段絶対と血脈絶対ということをこのみんなに、その信仰の自由のないその時代のみんなにその伝えるためにそのことをこの言ったんだということなんですね。それで今日はね、もう一つね、今日はせっかくね、宇都宮さんがいないんだけどね、宇都宮さんからも質問があったんですけどね、この間話してたね、朝原商工にも仏の命があんのかという話をね、そんなだらだら時間を置いてちゃいけないと思ってね、それをね、その話しようと思っていたんですよ。で、その勉強をした後にね、した後っていうか、それで、今日始まる前にね、今日宇都宮さんが来ないって、都合が悪いって聞いてね、しまったなと思ったんだけど、後々宇都宮さんと個人的に話してもいいし、そのことをね、日蓮大聖人の教えっていうものからを通して、どういうことなのかということを、その概略ね、その皆さん方にお話ししたいと、また皆さん方の意見もお聞きしたいというふうに思うんですね。で、大聖人様のね、その教えっていうものは、天台大師の教えっていうものをその一つの拠り所にしてるんですけど、三陰仏性といって、仏性にもですね、小陰仏性と遠陰仏性と両陰仏性というですね、三つの側面がそのあるんだということをこの天台大師がその分析してこの言ってるんですね。で、小陰仏性というのは誰にでもその皆さん方によくお話しするように、石でも魚でも虫でも草でもコンクリートでも自動車でも風呂桶でも、みんなその仏の命がみんな備わっていると。我々はその仏の命をそのお風呂の浴槽にも仏の命が備わっているっていう、その仏の命をその感じるっていうことはできませんけども、ものとしか思えませんけども、みんな仏の命が備わっていて、もうすべての命はみんな地獄ガキ畜生修羅の十戒のこの命っていうものにこのが備わっているんだとですね。だからどの命にもみんな仏の命っていうものがもともと備わってるんですよというのが小陰仏性です。まさにそのもとにその仏の命、仏性っていうものが備わってるんですよと、どんな命にも仏の命が備わってるんですよというのがこの小陰仏性ですですね。で、備わっているんだけども、だけども備わっているにもかかわらず、みんな備わっているということを見失っていると、分かっていないと。だから備わっているんだよっていうその教えの縁に触れないと、あら、私にも備わってるのかなというふうに自分を振り返るということができないということなんですね。だから石は自分で、その石に仏の命が備わっていても、石は自分で気づくことができないから、石が南無法蓮華経のお題目とか南無法蓮華経の縁というものに触れて、その石の仏の命というものがそこに自覚されると。自分から求めて、人間みたいに自分から求めてこの仏の命を自覚するということが、そのできない存在っていうものが人間以外の存在なんだということなんですね。だから遠陰仏性、
よく皆さん方にお盆とかお彼岸の時にその塔婆を建てる。そうすると塔婆にこの妙法蓮華経のこの題目がその文字として書かれる。皆さん方が塔婆を建ててお題目を唱える。そうすると東の風が吹いて題目の表をなぞって西にその風が流れていった時に、西のこの山に住んだり海に住んだりしているところの獣や魚っていうものがその南妙法蓮華経をなぞった風に触れて、その鳥や獣やこの魚がその南妙法蓮華経の縁に触れて仏になることができるんだということがその御所の中に書いてありますけども、それも縁因仏性なんです。縁因仏性ね、つまり我々はみんな仏の命があるんだけど、この縁に触れないとこの自分に備わっている仏の命を自覚することができないわけなんです。だから私たちは鏡を見ないと自分の顔がどうなってるか分からないんです。ね？もう何十年もやってんだから自分の顔なんか鏡見なくたって分かってるわと思ってるか分からないけど、やっぱりダメなんですよ。鏡見ないと。ね？だって本当にこの年になってもさ、朝起きたらさ、昨日までなかったブツができてるって時あるよね。あら、と思って、と思って。鏡見なきゃ分かんないですよね。鏡見ないと、へえ、一晩でこんななっちゃったんだと思ってびっくりする時ありますけどもね。さて、でも60万って仏ができるとまだ若いかなと思ってちょっと嬉しいような気持ちになる時ありますけどね。それから良因仏性はこれは完璧に成仏、仏になるということです。仏になるということね。だから問題はここなんですよね。問題はここね。問題はここ。この2つが正因仏性と縁因仏性というものが揃わなかったら絶対に成仏はできないということなんです。一足飛びに成仏だけするという人は誰もいないんですね。備わっている、誰もが備わっている。備わっているということを自分が気づく、目覚める、自覚をする。そのためには鏡を覗くように縁というものに触れなきゃいけない。この縁が要するに大聖人様の言われるところの百福です。そして私たちがいつも読むところの我深く何じらを敬おう、あえて傲慢せずという、この不行菩薩の上不行菩薩のこの百福のこの姿、これも反対するもの、暴力を振るうもの、殴りかかってくるものに含めても縁因仏性です。縁因仏性ね、どんだけ信じないものでもこれが縁になって、そして必ず誰もが仏になることができるということなんです。だから麻原彰晃もあんだけの殺人を犯した人間も、昔のこの赤軍派のああいう殺し合いをしたようなその人間であっても、またその戦争でそのたくさんの人間を殺したそういうようなその人間であってもですね、みんな殺人鬼だと恐れられたような人でも、みんな仏の命っていうものはみんな持ってるんです。みんな持ってる、みんな持ってるけれども、この南妙法蓮華経の縁に触れていないか、もしくは間違った縁に触れて、そして自分には要するに真言宗や禅宗や大日如来や阿弥陀如来におすがりした方が仏になれるんだっていうふうに間違った考え方というものを持っていたならば、この持っているところの仏性というものは絶対にその花開くことがないということなんです。持っていても宝の持ち腐れということなんです。持っていても自分で持っているということに気づかないで終わってしまうということなんです。いつも皆さん方にお話しするようにね、皆さん方がねへそくりをね、これいざという時に使おうと思って
1万円ぐらい、1万円をね、いざという時にパッと出せるようにと思って、その本の間かなんかにこの隠したね。でいざという時だから、そんなに毎日いざがあるわけないからね、隠してて、で私1万円ね、いざという時に出せるようにだけど、何年かしてるうちにね、どこの本に何ページに入れたか分かんなくなっちゃった。へそくりはあるってことは分かってるんですよ。へそくりがあるってことは分かってる。だけど何歩探しても出てこないと。言ったらないと一緒なんだ。あるんだけどないんだ。ね？だって出せないんだから。出せないんだから。金庫の番号を忘れたら出せないんだから。ね？自分の自動車でも鍵をなくしたら自分の自動車ですっちゃって入って運転できないんだから。ダメなんだ。ね？だから南無妙法蓮華経の命を持ってるということと、あ、南無妙法蓮華経の命ですかってすぐ南無妙法蓮華経の命を自覚して出せるっていう、そこまでいかなかったら仏にはなれない。南無妙法蓮華経の仏の命を持ってるにもかかわらず、そんなことなかろうって嘘、そんなバカなこと言うなって、ふざけるなって言って、その怒るような人間とかね、それだったら南無妙法蓮華経の仏の命を持っていても、仏の命を持ってないと同じだということになります。麻原彰晃も持ってるけれどもね、自分自身が心を閉ざしたような状況で南無妙法蓮華経の縁に触れるということは当然なかったでしょう。だから持ってるんだけども、持ってないと同じで宝の持ち腐れで、最終的にああいうふうにしてその死刑の判決を受けて、その死刑を、この死刑にならざるを得なかったということが言えるわけですよね。あんだけの悪いことをしたから仏の命なんかなかろうと言うんじゃなくて、持っていても持っていないと同じだけ、同じ人生というものを歩まなければならなかったということなんですね。だけどこの世の中のこの社会というものはですね、どんなに麻原彰晃に限らずですよ、麻原彰晃に限らず、誰でもいいから殺したかったと、早く死刑にせいやというふうに言っている人間に、ああ自分はとんでもないことをしたなっていうふうに、その反省の心とか悲しみの心とか、本当に殺した人に申し訳なかったっていうような思いというものをその抱かせるっていう、この世の中の人間がそういう間違った道を歩んだ人間に目覚めさせるということもできないほど、その処罰を与える人間の方にも力が不足してるんですね。悲しいかな。絶対に反省させるっていうその道筋がないんですよ。ね、早く殺せ早く殺せって言ってる人間、どんだけ殺したって解決つかないんですよ。その人は死にますけども、被害者はずっとその苦しみをずっと持ち続けなきゃいけないわけですよね。それが今の世の中の限界ということなんですよね。限界ね。ですからそれが本当に残念なことなんですけども、このそういう極悪非道なそういう人間っていうものをただ死刑にして処刑をすれば、それで終わりかというふうに言えば、それを処刑しても大きな宿題がその残ったまんまというような、そういう今の時代ということなんですね。残念ながらね、だからもっともっとやっぱり本当にその我々国民全体がですね、そのこういうことをその真剣にその考えていかなきゃいけないというふうに思うんですよね。
皆さん方もニュースでご存知のように、あの法務大臣がね、前の日にその議員が集まってその酒の飲み会をこのしてたと。皆さん方だったら、私だったら、次の日に麻原彰晃のこの死刑の執行のこの名前を書くのに、前の日に酒飲んでたとね。そんなことありえないことですよね。ありえないことを平気でやってるんですからね。だから当然そのこの人間が目覚めるなんていうようなことはありえないことですよね。処刑を執行させる人間自身が目覚めてないもんね。うん。だから本当に今のこの世の中の縮図だなと思いましたね。その何ていうんですか、この時系列でそのニュースで見たときにね、ああ本当に麻原彰晃のその死刑であっても人の生き死にっていうことに立ち会う人間がこういう考え方でそのいいんだろうかということを改めてその感じましたよね。でその時に私はその塀の西門の城の話をしたんですけども、塀の西門の城に対して大聖人様は、大聖人様が塀の西門の城から殺され、辰の口の法難で塀の西門の城の命令のもとにその部下が大聖人の首をその切り落とそうとした瞬間にその光物があって、この大聖人様の処刑がそこで止まったわけですよね。塀の西門の城は自分その部下にやらしたわけですけど、塀の西門の城は自分のその手で大聖人を殺そうとした立場ですよね。それに対して大聖人様はこの塀の西門の城でさえも仏の命というものがあるんだから、この塀の西門の城を成仏させる教えが法華経の教えなんだと。法華経の教えっていうのはそういう教えなんだというふうに、その憎しみっていうものを超えて大聖人様は塀の西門の城さえも成仏させなければこの法華経の教えが本当に正しい教えとは言えないんだというところまで言い切ってるわけなんです。だけどね、日光聖人はね、弟子としてね、塀の西門の城をね憎んでたんです。大聖人亡き後ね、塀の西門の城はね謀反の疑いで殺されるんです、幕府に。幕府に可愛がられてあった塀の西門の城が一つ間違えればその幕府に逆らった人間として処刑されて殺されたんですよ。処刑されて殺された時に日光聖人は法華経の罰だというふうに言い切ったんです。だから日光聖人は大聖人は塀の西門の城さえも成仏させるその教えが法華経だというふうに言い切りましたけど、日光聖人は側から見ていて塀の西門の城は許せんというふうにずっと思い込んでたんですね、思ってた。だからそこで証が現れたというふうに日光聖人は考えたわけですよね。つまり大聖人亡き後も塀の西門の城はずっと目覚めなかったんです。ずっと大聖人を殺そうとした時から同じ態度だったんです。だから日光聖人は許せなかったんですよね。許せなかった。だから大聖人の立場からと日光聖人の立場からとではだいぶ反応が違うなと思いますよね。うん。でも大聖人もね、人間だから、皆さん方にも今まで話してきたけども、四条金吾が大聖人の後を追って腹をこの切りさばいて死のうとした時にね、これほどの喜び笑いかしというふうに言って
何をやってるんだと、ここで死んでる場合じゃないだろうというふうに言ったんだけども、何年か後にあの時自分の後を追って死のうとしたあなたが本当にあなたに対して本当に嬉しかったと大将が言ってるんですよね。と思ってその話が違うんじゃないかと思うんだけども、その仏法の上で法華経の上でこの四条金吾に対して今ここで死んでる場合じゃなくて、この日蓮がどうやって生きたかどうやって死んだかということをその他の信者さんに伝えなきゃいけないのがあなたのその使命なんだというふうに言ってたのと、人間の日蓮として本当に自分と一緒にその死のうというふうにまで考えてくれたそのあなたの姿というものが嬉しかったということが同居してるっていうのが一つの人間だよね。うん、そこまで自分のことを考えてくれる人っていうのは弟子を除いて信者さんの中にいなかったということ、そのことをこの大聖人は振り返ってその言ってるわけなんですよね。もう一つ、あの四条金吾がね、あの主君のエマニュー道からね、その閉門蟄居になってその領地をねその召し上げられて、そしてそのあとどうなるか分かんないっていうその状況から、四条金吾が一生懸命薬の調合して主君の病気を治したら、今度はドッとこの前の領地よりもそのたくさんの領地がガッとこうやってまた戻ってきたわけですね。そしたら大聖人はね、その時はその四条金吾に対してそんな見返りとかそんなものをその求めてはそのいけないんだと、あなたは真心でその主君にその仕えてきたんじゃないのかというにその四条金吾に言ってたにもかかわらず、これは本当にそのいいことだというふうにその大聖人はその言うわけですよね。でそうすると大聖人はもう一方で四条金吾や他の信者さんにそういうことのためにこの南明法蓮華経の信心をしてるんじゃないんだっていうふうに普段から言ってる日蓮がそういうことを言えば、その減税利益みたいにおかしいと思うかも分かんないけども、だけども四条金吾はそういうことを目的にしてそういう生き方をしてそうなったんじゃないんだと、結果そういうふうになった、本当に自分がどうなるか分かんない、自分がその解雇されて浪人になるかも分からない、そういう状況というものを忍んで本当に四条金吾の真心というものが主君に伝わって、そして結果その加増されるということになったということは本当にそのありがたいことだというふうにその大聖人は素直にこの言ってるわけなんですよね。だから法華経の教えっていうものとその人間日蓮としてのその思いというものと、それが同居しながら矛盾してるわけじゃなくて、そういうものの中にこの大聖人様の教えっていうものがそのあるんだということを考えたときに、私たちは大聖人だからああやってできたんだね、ああいう生き方ができるんだね、私たちはできないからねと言うんじゃなくて、大聖人の人間臭さとこのその人間臭さの日蓮大聖人がこの法華経の行者として生きているというその姿というものをそのままどちらも全部私たちはこの受け止めてこの信仰っていうものを大事にしていかなきゃいけないというふうに思うんですよね。だから朝原将校にね、仏の命があるかと言ってもそれは本当にあるんですね。あったら皆さん方に迷惑になるっていう問題じゃないわけですよね。あるんですあるんですあるんだけども、皆さん方の身近な人の中にもあるんだけども、そのことに気づかないでその間違った宗教を一生懸命やってる人たちがいるのと同じレベルだということなんですよね。朝原将校は、いいです。
もし死刑囚のことがなかったら、そのまま生かしとっても、その仏の命に気づくことができるんでしょうか、あの人。いやだからその刑務官とかそういう人たちがね、どういうその、麻原彰晃にしても他のその人たちに対しても、そのどういうそのこのシステムでその人たちを見てるのか、その僕らは分かんないですよね。だからその思うんですけど、その品川一日独房でね、その生活して食事の時間と寝る時間とその与えててもね、何にもなんないよね。うんうん。だから少なくとも僕らでもさ、こうやって刑務所じゃなくて普通に生きても大変なんだね。だから本当にその刑務所の中でね、畑耕すとか、なんか収穫するとか、ちゃんとね、どんだけ、もう殺人犯として死刑が確定していてもね、その自然の大切さだとか、人間の大切さとか、そのいろんなものに触れるような、そういうそのシステムの中でね、その自分がやってきたこと、ただ独房にいて一人でじっと座って、その自分で自分を見つめ直しなさいなんて言ったって、その私たちだって、部屋の中にじっと座ってて、自分を見つめろ自分を見つめろって言ったら、どうやって見つめていいか分かんないよね。だからそういうことがその実際にどうやって行われてるのか分かんないんですけども、本当にこういうふうにやられてるんだって言うんだったら、今のそのテレビのワイドショーじゃないけども、その安原彰晃の一日はこういうその一日ですっていうことが報道されると思うんですけど、全くその内容っていうものが知らされてないっていうことは、ただその呼吸をして、食事の時間に食事をして、それでその寝てうんこしてしっこしてっていうだけのその生活をしてたんじゃないかなと。それじゃ何にもその何て言うんですかね、心の開きようがないですよね。でもあの人らの幹部の中で一人助かった人がおるんですよね、医者の人、うん、あの人は自分の仏の命に気づいたいうことなんですか。いや仏の命に気づいたかどうか分かんないですけども、その今の裁判ではね、その反省をしたっていうことがその一つの目安になってるんですよね。だけどどんだけ反省したってやった事実は変わんないよね。うん、やった事実は。で反省してもそのもうそんなこと言ってもしょうがないからっつって、その黙ったまんまの人もいっぱいいるわけですよね。うん。だから本当にその人たちのその心の中っていうものをそのきちっと把握するっていうことが、それを処刑する側のその国もそのできてないその状態なんじゃないかと。あの死刑を法律で決まっているところは韓国と日本と何かあんまりないみたいですね。うんうん、先進国では珍しいって言いますよね。新聞にも死刑を廃止する国も出てましたよね、うん、でもそういう人の人が何も言わんと本当に無駄なことだと思うよね。無駄なし食べさせるような感じですよね、うん、気づかん人は。だけどね、その確かにね、安原彰晃が悪いことをすると、だけどそれは麻原彰晃だけの問題じゃなくて、それは麻原彰晃のその弁解にはならないよ、弁解にはならないけども、やっぱりその一つの犯罪が起こるということは、社会もその生い立ちも全部が関わってるということなんですよ。だからその人だけではそういう犯罪は生まれないわけですよね。だから人のせいにはできないけれども、周りも
そのことを受け止めていかなきゃいけない。社会っていうものはやっぱりそういうものなんですよね。だからその神父のそのまず、ま、そのその生まれた家が貧しかったと。じゃあ貧しかった人はみんな犯罪者になるかっていえばそんなことはないですけども、だけどもそういうふうになった大きな原因にはなってるわけなんですよ。だからどんだけ一生懸命働いてもそのね、生活ができないような、その子供の時からかっぱらいをしなきゃいけないような、そういうようなこの生活だったというふうに、社会全体がそういう犯罪というものをその生んでしまうような、そういうようなその世の中の仕組みっていうことも社会も受けていかなきゃいけないんです。だからその無駄飯であっても、その無駄飯を食べさせなきゃいけないような、その責任の取り方をしなきゃいけないんです。ただ生きてるとその逃げたり、その奪還しようとしたりするようなことが起こるから、問題はその大きいよね。いやだからさっき言ったように、その死刑にしてもその何もすっきりしないよね。だから本当にそういう人たちを再教育しなきゃいけないのに、再教育のシステムもできてないということですよね。だからもっともっとやっぱり、ただ死刑をなくすかなくさないかということよりも、いやなくすんだったらじゃあ違うことを考えなきゃいけないですよね。だから本当にそういう意味でね、社会全体が病んでるっていうことなんですよね。麻原彰晃は悪いけども、麻原彰晃のそういう高等無形なそのホラ話を信じた人たち、また信じる人たちがその育った社会、それ自身の在り方っていうことをみんなが考えなきゃいけないっていうことですよね。ニュースを見てても、なんであんな言葉に騙されるんだろうっていう人に、その高学歴の人たちが騙されていくわけですからね。いまだに入っていく人がいるんだから、その人たちに私たちは何にもその歯止めをかけるってことができないわけですよ。だからそこに私たちの方にも要するに責任というか、その限界っていうものを感じるわけですよね。だから本当にそのなんていうんですかね、その個人だけの問題じゃなくて、その この解決できない問題っていうものを解決する努力をしていかなかったら、次から次にその同じような、またあれ以上のその事件がそのこれから先の時代に起こってくるということですよね。コンピューターを使ってみんな便利になっているから、犯罪も便利になっているからね。それでもう世界的になってきますよね。だから本当にぼーっとしてたら生きていけません。ね。でも本当にこの三陰仏性ということは、仏教信仰において本当に大事なその基本的なことですからね。だからこの小陰仏性、遠陰仏性、両陰仏性、まあ両陰仏性はもうね、あれですけども、この小陰仏性、遠陰仏性ということ、それはちゃんとその心に留めておいてもらいたいというふうに思いますね。はい、じゃあ今日はこれで終わりましょう。